平日の直通の一番列車です、見ての通りで結構空いてるんですよね。とりあえず発車を見送ります。6時5分発なんですけど、大和から乗ったんですけど、大和の時点では、見送る人が半分ぐらいで、横浜方面に向かう人でしょうけど、埼京線直通に乗ると一応西屋でね、先行の横浜行きに乗れるんで、大和から横浜行く人もこれ乗った方が早く着けるんですけど、やっぱり初日は様子見みたいなところですかね。でしかもね、大和の時点で空席が結構半分ぐらいあって、で二俣川でちょっと満席に近くなったけど、結局西屋で、ね、横浜行きに乗り換えるって方が結構いたんで、こんな感じで横浜国大の時点では空席がねちらほらあるっていう状態で朝ラッシュ一番列車行きましたね。でね、この動画の本題はこっちじゃなくてね、そこに映ってるかな、これですね、6時25分発確定西屋行き10両編成当駅始発、この一駅で終点というのがね、この羽沢横浜国大開業に伴って生まれたんで、これはね乗るしかないだろうということで、乗っています。一旦ね、改札の外ね、上を様子を見ていますね。あ、すごい、そう、広くてね、綺麗ですね。全然まだね人がいないですね。いやー、羽沢横浜国大駅、外の様子はねこんな感じで、ついね、10日ぐらい前だったかな、新横浜線の全駅巡るで来たばっかりなんですけど、ついにね、ちゃんと無事にオープンしましたね。その時使ったね、このかなちゅうバスですか、このかなちゅうバスのバス停も羽沢貨物駅だったのが羽沢横浜国大駅前、バス停の名前がね変わってますね。別にバスの本数はね別に増えてないですね。でそこの歩道橋を上がって線路を、ね、貨物線を渡っていくと横浜国立大学方面に行けるってことなんですけど、今回の動画はね一駅で終点ですから乗っていきましょう。コインロッカーがあって、駅周辺の地図も本当に住宅街ですよね、これね。でも、ね、最新の鉄道ネットワークと、あー、でこれか、そうですね、横浜国大から新横浜はまだ点線になっていると、これがね開業すれば実践に、ね、なるんでしょうね。その辺の周りコンビニもないんでね、食べ物を買うのに苦労すると思うんですけど、代わりに、飲み物の自販機とこのお菓子のね自販機もねありますね。今多分開業効果でね、商品がもうだいぶ半分ぐらい品切れになってますけど、普段はね多分ね、商品がねいっぱい入ってるんでしょう。路線図もこんな感じで、やっぱり本数はねそんなに多くはないですね。で話題のね運賃表ですね。この運賃の動画もそのうち上げると思います。券売機は3台ですか。で記念に切符で行きますか。相鉄の運賃表はこっちに分かれてて、西山で180円。でこの羽沢横浜国大から相鉄線180円って切符買ったんで、これでね一駅で終点西屋行きに乗っていきましょう。いやでもこれ謎だよな、この表示が6時25分西屋行きなのはいいんですけど、当駅始発で相鉄線内の折り返し列車って書いてあるけど、見た限り相鉄の方から横浜国大行きって朝ないんで回送で来るのかな。でこっちの方にね、ただいまの時間西屋方面の電車は2番線からってなってるんで、本来は1番線の方に来るんだけど2番線からね来るようです。上で撮影してたらいつの間にかねもうついてましたね。埼京線の車両でね来るんですね。で今相鉄線の乗務員さんがいらっしゃったんで、多分ね相鉄線側から確かに折り返しで来たんでしょうね。このホームの時刻表は逆方面のホームなんで、この6時25分発は、大和方面駅になりますのでご注意くださいとだけ書いてあります。向こう側のホームの時刻表に載ってるのかな。路線図で見るとこの羽沢横浜国大から、一駅西屋までですね。
でこっちの、ね、西谷方面行きのホームの時刻表で見てみると、ちゃんとね5時38分、6時ちょうど、6時25分の、ね、西谷行き、あと7時7分の海老名行き、これが2番線からの発車となりますというふうに書かれています。こっちのホームには書いてあるけど、実際に発車する方のホームにはね書かれてないのが不思議ですね。でも本当わざわざ改装できてね、これ、で西山まで一駅で行くんで、なんだこの辺に住んでる人が相鉄線沿線にね向かいたいって人のための列車だとは思うんですけど、まあまあやっぱりねガラガラですよね。適当な号車に乗りますか。本日も相鉄線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は各駅停車西谷行きです。この電車は各駅停車西谷行きです。まもなく西谷です。この電車の終点です。お出口は右側です。This is the local bound for Nishiya. We will soon arrive at Nishiya Terminal.終点の西谷で下車します。でこれしかも回送になるんですね。もう本当に謎ですね。どうすんだ。こっち来た方の線路を見てみると、そこのね、右前のところがここから出てきたわけですね。まあ、ずっと地下を走って西谷に着く直前で地上を出るみたいな感じになってます。じゃあね、意外と回送列車発車しないんで駅の外をね見に行ってみますか。西谷駅の改札の外に出てみました。ここにさっき降りたね、一駅で終点があって、そこの上は多分東海道新幹線ですよね。ですごいとこにねこの、ね、西谷駅ありますよね。本当ねこのね一駅終点もう回送で来て一駅だけ普通に営業運行してまた回送に、ね、なっちゃう謎の運用みたいな感じになってますけど、なんでこれがあるのかっていうと、まあおそらくね羽沢横浜国大の時刻表を見ると JR の方からね直通の一番列車が7時39分になっちゃってかなり遅いんで、まあ、それの救済措置みたいな感じですかね。横浜国大周辺の人が、まあ、相鉄線の、ね、方面に利用するのにね使えるようにっていうことで設定された列車だと思います。乗ってきた西谷行きの列車、そこの留置線で休んでるんで、あ、多分これあれか。そうするとこれピストン運行というかそういう形ですね。多分西谷で休んでて回送で国大に出てきて西谷にまた戻る、これをね繰り返して最後、西谷で休まずにもう海老名まで最後は行くみたいなね、そういう流れのダイヤなんですね。あ、なんとなく分かりました。で、ね、さっきのね編成がまた回送できて海老名行きになるかね、見るためにまた、横浜国大に戻ってきました。今ね、6時54分発の川越駅ですけど、結局まだねかなりね空いてますね。朝ラッシュでした。あの西谷で止まってた横浜行きのね通勤急行、あれはめちゃくちゃ混んでましたけど、やっぱりまだみんなね様子見というか、多分横浜行きの列車が逆に混むんじゃないですかね。本数が若干減るでしょうから。でこの7時7分の海老名行きがね、来る様子を見てみましょう。という感じでこれ入ってきましたね。編成の番号は覚えてないけどおそらく同じやつでしょう。もう本当に朝ね、ひたすら一駅の区間を、この埼京線の車両が往復してるんでしょう。でせっかくなんでねホームの先頭に来てみたんで、この先が武蔵小杉方面と、あと建設中の、ね、新横浜方面にそれぞれ分かれてるんだったと思います。で最後ねこの後のね、埼京線直通路に乗って武蔵小杉駅のね様子を見て動画を終わりにしますか。まもなく武蔵小杉お出口は右側です。武蔵小杉のね、乗る人より降りる
人の方が多いですね。いや、これはすごいな。これこの感じだとね、もうラッシュの直撃を避けられるすごいありがたい列車状態になってますね。ちょうど2分後に津田沼行きが来るんで、それと比較してみますか。はい、星川線はね、こんな感じで乗り切れないほどじゃないですけど、かなりね、混んでますね。本当にこの初日の朝ラッシュの時点では、相鉄 JR 直通線の列車がラッシュの時間帯なのにかなりね、空いてる環境で、都心に出れるね、なんか裏技的な方法みたいな感じになってますね。じゃあこんな感じで、ね、一息で終点なのか何なのかよく分かんない動画になっちゃいましたけど、この動画は以上になりますので、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。